福岡県内各路線では初詣客を見込んだ臨時電車やバスが運行します。西鉄では天神大牟田線が明日元日の早朝まで太宰府駅を結ぶ終夜運行を実施するほか、三が日の日中は天神発の急行を増やします。また JR 二日市駅と太宰府駅を結ぶバスや高良大社駅の臨時バスも運行します。福岡市地下鉄では明日の午前2時台にかけて全線で臨時列車を編成します。また JR 九州は門司港のイベント終了後、博多駅臨時列車を運行します。一方、山陽新幹線の上りは3日に予約のピークとなり、高速道路は九州道上りで2日と3日に渋滞のピークを迎える予想です。